助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです。回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう。ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない。そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。私、敵じゃない。え？あなたたち、壊れた機械生命体に倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。Thank you.
あれは。ああ、トゥービーは見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。戦う意志がないってことでしょうか。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥービー、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かにあなたたちにとって私たち機械生命体は敵です。私の名前はパスカル。この村の王様をしています。
械生命体の姉妹って変な話ですね。同じ工場で作られたとかでしょうか。さあ、その箱を動かせば廃墟都市に出られますね。オペレーター 6O より 2B さんへ定期連絡の時間。こちら 2B、 どうした？それは困る。作戦に支障があるから。ルービーさんは私を必要としてくれるんですか？ B 型戦闘モデルにはオペレーターのサポートが必要不可欠だから。ルービーさん、以上、通信終了。